阪神タイガースが、他の全 B クラスに負け越した理由って何？全部ボーナスステージやと思ってたのに、何があったん？チームの状況そこまで悪くないよな。めちゃくちゃ悪いだろ。他の B を助け、他の A を芝く予定だからちゃう？どんでんか。甲子園じゃないからしゃあない。来週は6連勝や。勝たせてくれるわ。客連れてきてくれるわで助かったわ。セリーグに強いだけや。特に D ボコってるから相対的に見て敵がいない状態だった。なのに謎に5分の成績。ロッテさんのおかげやね。兵庫、宮城、北海道の9連戦はしんどいやろ。今週はオリックスソフトバンクとか悪意ある日程だよな。まあでもソフトバンクは巨人に負け越すくらいで不調だから、阪神投手陣なら打たれさえしなきゃ負けることはない。カープに3立て食らったハムに負け越しとるんやで。 DH 制が向いてない。指名打者に置く野手がいないから致命的な打者不足やな。ピッチャーだけでゲームしてるからな。打線はいないようなもんで、うちが打たれたら負けるし、勝つには1点守りきるしかない。試合が多すぎる。ここに来てピッチャーが打たれ始めたのがでかいな。皆さんは阪神の現状どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。